はい、えー、こんにちは、沖縄おばばです。本当にね、なんか毎日ね、これでもかというぐらいに、あっち側のニュースが入ってくるんですけど、 はい。えー、っとですね。オラーの女ですね。はい。今ね、あのー、農業ですね。農業を、あのー、廃止にする動きが強まってますよね。もちろん、あの、農民の方々はね、反対してます。えー、早く、あの、本当にこういったね、馬鹿げた政策が、えー、なくなってほしいですが、実際はあ、そうも言ってられないようで、なんと、オランダにね、 ええー、まあ、これもね、あれなんですけど、3D プリントのね、3D プリントのお肉の工場が、あ今は、急ピッチで進められているみたいです。はい、えー、これのどこがいけないかというとね、その使用するね、ものですね。はい、使用するそのお,、あのー、お肉ですね。お肉のその元になるもの。 これが遺伝子の組みット変え替えというね、お肉だそうです。普通のお肉だったら問題ないんですよ、別に。3D プリンターでも何でもね。普通のお肉をモデルにしていれば。はい。でも実際は普通のではありません。組みッ変えてしまったお肉でございます。 はい。えー、それでね、こういったシナリオを書いている人。はい。えー、マーク・ルッテさんという方で、えー、この人ね、えー、いわゆる、世界のね、あの、ワールドのね、エコノミックのね、フォーラムですね。はい。ワールドエコノミックフォーラムのね、世界経済なんちゃらと、あれですね。はい。えー、え、ワールドエコノミックフォーラムの、 シナリオを書いている方です。この方がなんとオランダにいらっしゃるということでございます。はい。で、えー、なんというのかな。あ、すべてのね、畜産ですね。はい。すべての畜産をね、あのー、中止して、はい。中止して、何をするかといえば、このね、3D プリントの2、 空を広めるということです。培養より立ちが悪いかもしれませんね。はい、えー、こちらの方はあー G の M の O でございます。はい、培養の方はね、GMO とは聞いてなかったんですけど、えー、でもあれはね、あ、あのー、生まれていない胎児の細胞を使って培養するんでね、 かわいそうです。はい。人道的にちょっと許せませんね。はい。まあ、そういうことでございます。もっと、あれなものが、市場にこれから出回ってきますよ、ということです。まあね、えー、私はもう半分ベジタリアンなんで、はい。えー、まあ、まだね、立ててないのは、まあ、たまにね、えー、いわゆる鶏肉ですね。はい、えー、 それと、あと、卵と牛乳ぐらいなんで、牛乳っていうか、乳製品ですね。はい、そのぐらいしか、あ私多分取ってないんでね、動物性のものをもね。もう、こうなったら私ね、えー、ビーガンにでもなろうかなと思います。はい。えー、ビーガンもね、そんなに悪くはないんですよ。はい。ただ、あれね、あの、老けるんですよね、ちょっとね。はい。<laughs> 老けるんですよ。老けるのはちょっと早くなるんですよね。まあ、その分ちょっとね。 えー、工夫して、えー、いろいろ、お、栄養を取らないといけないんですけどね。老けないためにはナッツ類をいっぱい食べたりとかね。はい。まあそういうふうに工夫しないといけないんですけど、まあ、本当にこういう時代が来たら私はビーガンになろうと思っております。はい。えー、まあね、えー、我慢するのも数年ですから、はい。まあそういうことです。はい。まあ、ね。 えー、まあは、ペスコあたりだったらいいと思いますよ。はい。えー、ペスコはまあ食べても大丈夫かなと思ってます。はい。ペスコというのは魚のことです。はい。えー、なので、えー、まあ、まあね、えー、こういう肉類とかね、あのー、ものがダメになったら、動物性タンパクは魚ですね。はい。えー、そういうことです。それもね、洋の食食の魚ではなくてね、えー、まあ、できたらね、あのー、取れたてのね、 えー、そこら辺で泳いでる魚が一番です。はい。えー、まあ、沖縄はね、いっぱいいますんで、はい。いろいろ泳いでますんでね。はい。まあ、そういうことでございます。はい。えー、もう本当にね、もうあの人たちにはね、こういうことをね、やる脳みそだけはあるんですよね。はい。やめてほしいですね。 はい。こちらの方もぺったんこしときますので、皆さん見に行ってください。えー、これはね、多分あの、概要欄に貼れるんで、概要欄に貼っておきます。よろしくお願いいたします。沖縄ババでした。ちなみにこれはね、昔塗った、はい。えー、カーネーションちゃんですね、カーネーション。はい。花塗るのね、結構、あれでしたけど、こうね、カーネーションの花。はい。えー、ここら辺がね、 このこう白く抜けているところが、ね、ちょっと味噌でございます。はい。それでは皆さんまたごきげんよう